クリストルハースはオーストリアのアルペンスキー選手。1964年、68年の冬季オリンピックに出場し、それぞれ金メダル、銅メダルを獲得した。アルペンスキーのコースがあることで知られる、キッツブエルのハヌンコンで育つ。ワールドカップの格好で、計4度優勝している。フランス、シャモニーで開催された1962年の、 アルペンスキー世界選手権の格好で金メダルを獲得した。20歳の時のインスブルックオリンピックの格好で金メダルを獲得し、国民的英雄となった。母国で金メダルを獲得したこともあり、瞬時にスーパースターとなった。1968年グルノーブルオリンピックでも銅メダルを獲得した。競技引退後はスキーのインストラクターとなり、ザンクとヨハンに スポーツ用品店を開いた。オーストリアの金メダリストとして、リュージュ選手、ジョゼフ・ハイスト・マントルと共に1976年、インスブルックオリンピック会開式での成果の点火者に選ばれた。2001年、トルコ、アンタルヤで、地中海を泳いでいる最中に、心臓発作を起こし、それが原因で亡くなった。ありがとうございます。